作って感じ。なんかちょっと思わせぶりじゃない。言いたいことなら別にないわよ。別にないの。はい、2位は2位だね。しょっちゅうは買えませんので、いい感じで美味しい。松江は1度までしか上がりません。暖かくしてお過ごしください。大阪は6度、名古屋は7度の予想で、真冬のような。北海道では見通しが全く効かないところもあるため、不要不急の外出は控えてください。東北や北陸は平野部でも大雪の恐れがあります。また九州は鹿児島など南部の市街地でも雪が降りそうです。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。はい、北海道地方の道央道が吹雪のため通行止めになっています。道央道は内江砂川インターと深川インター内だと、ワッサムインターと標津見淵インター内だが、吹雪のため上下線に伴う通行止めの規制は午前8時40分で解除され通れるようになっています。関東甲信越地方の高速道路などの状況です。東京湾アクアラインは下りの川崎行きとなっています。というところから、古代より始まりまして、まさに最初におっしゃるようにして平和の祭典で、このように呼ばれているわけであります。どうしていますと、限られた、ポリスの間で、アテネであったりスパルタであったりとかですね、停戦を合意する、紛争、それが短期間で起こる可能性がある地域をたくさん抱えている。こういう現代の状況はやはりですね、異なっているんだと思いますが、今日、どういう、枠組みで、またどこまで実効性を持ってですね、紛争を止められるか、こんなような課題でありますけれど、それに向けて努力をするということは当然の務めではないかなと、このように考えているところであります。オリンピック・パラリンピックは、スポーツを通じて平和でより良い世界を築く重要な機会であるとの認識、国際社会に浸透していくことは間違いないと思っておりまして、こうした考え方に基づき、我が国としてもですね、ご指摘のように、国連にオリンピック休戦決議を提出して、採択されたところであります。引き続きオリンピックの精神も踏まえながら、積極的平和外交、特にこの時期ですね、しっかり展開がする必要がある、このように考えているところであります。ちなみにですね、ギリシャの、地質学者、パウサニオスによりますと、第1回の、古代オリンピック、開催をしましたポリス、エリスという名前のですね、都市国家なんですが、この指摘をいたしましたので、これは繰り返しません。ただ我が国はそもそも資源にも乏しい、エネルギーにも乏しい、食料もですね、海外に依存せざるを得ない、そういう国でありますので、海外から稼ぐ力っていうものが弱まってくれば、そういうものの中においてですね、このオランダの精神を貫徹するように、野上大臣のご尽力をお願いしたいと思います。最後に一つ御礼です。国の森で自由民主党無所属の会、田畑博明さん。おはようございます。富山1区田畑博明でございます。質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。通告に従いまして質問させていただきたいと思います。まず本日、東京は快晴でございますが、全国的に特に発達した気圧、発達した低気圧、また冬型の強い気圧配置で、北海道やまた東北、日本海側中心、北陸を中心に、大雪、また暴風の、被害、暴風が今発生をしているというふうに、承知をしております。私のふるさとも、昨晩から大変、降雪がひどい、風が強いということを聞いているところでございます。関係の皆様方、お気をつけてお仕事、また、生活をしていただきたいというふうに思います。先週地震もございました。政府におきましては、様々な事象につきまして、国民の安心安全のためにしっかり職務を果たしていただくことをご期待を申し上げたいと思います。それでは私から今日はコロナワクチンについて、また、昨今の雇用情勢につきまして、また高齢者施設の支援につきましてを中心にお話、質問をさせていただきたいと思います。まず、最初に左折レーンがあります。
であるとか、12月31日に東京のホームページの法令違反物に窓口に寄せられた匿名メールの通知で指導なんです。および、この内容は30年分の公的年金等の受給者の扶養申告申告書に記載された個人情報が中国のインターネットで見られるようになっているとお伝えされているのか、これで繰り広げられております。はい、4月は5つの団体を今準備いたしておりまして、都並の民友会さん、それから新蔵富雄一さんことの会の皆様から、ザ・アンポンタンさんから法選会さんから、これは石川から来られるんですけども、水田武志パプロの歌手ですが、歌謡賞などいろいろ準備いたしておりますので、案内をさせていただきますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。最後にショートセンターの、はい、まあ、理念につきまして、はい、もう一度ちょっと紹介していただけますでしょうか。はいはい、紹介させていただきます。はい、先ほど8つの教室を準備して皆さん の利用をお待ちしていると申し上げましたが、うん、まあ、その8つの教室の中での憩いの場とか、うん、あるいは生きがいの場とか、うん、障害学習の場、うん、そして黒染め指導違法性なしということ